グルービーミックス。とある町の片隅にある素敵でちょっと変わった喫茶店。そこは音楽好きの女の子たちが集まる場所で、あら、みんないらっしゃい。あゆみさん、こんにちは。彼女は相本リンク、 DJ ユニットハッピーアラウンドのボーカル担当。すみません、4人でお願いします。このしっかりした子は明石真帆、ハッピーアラウンドの DJ。 はいはい、お好きな席に。って実は今日ライブの練習をするはずだったんですけど、練習室の予約がバッティングし、そうそう、それでじゃんけんで決めようってことになったんだけど。うさ耳をつけているのはオーナルとムニ。ハッピーアラウンドでは VJ を担当していて、私負けちゃったんだよね。ま、魔法がやってもどうせ負けてただろうし。なんだと？ライブは明日なので、どうしても練習しておきたく、他のスタジオも探したのですが。礼儀正しいこの子は渡月レイ。ハッピーアラウンドではキーボードを担当。八方塞がりになっちゃったんで、とりあえずここで一休みすることにしたんです。ふん、じゃあいいこと。うちの地下使っていいわよ。地下ってたまにライブやってる？あのフロアを使わせてもらえるんですか？いや、よろしいのでしょうか。もちろんよ。そうだ、特別に愛梨お姉さんのレッスンもつけちゃおうかしら。ムニ様の出番ね。
くるっと回ってビシッと。やってみてどうだった？すっごく楽しかった。けどいまいちディスクやスライダーの扱いになれないのよ。確かに慣れるまでは時間がかかるかも。そうね。それならアシスト機能を使ってみたらどうかしら。アシスト機能ですか？駆け出しユニットのあなたたちにおすすめの機能よ。早速説明。こんな機能があったんだ。この機能を使ったらディスクだけスライダーだけみたいに集中して練習できるよ。機械の操作が苦手な私でもこれなら簡単に取り扱えそうです。そうね、レイに限らず誰でも楽しく最初のうち。うん、じゃあ練習するぞ。で、そうですね、マホさんみたいになるにはどうすれば。いや、私だってまだまだだよ。謙遜しなくてもいいじゃない。オッケー、それも教えちゃうわね。